はい、こんにちは、中島優です。いよいよ6月に入りまして、そう、梅雨に突入してきましたね。もう昨日からずっと雨が降ってるし、まあこういう、まあ、雨の時期がこれから約1ヶ月ちょっとかな、こう続いていく梅雨に突入しました。でこの梅雨ってね、やっぱりこう、なんかこう、なんていうのかな、ジメジメしてくるし、湿度も高いし、こう、もう体もだるくもくなるし、ちょっとこう、精神的にもなんかちょっとこう、落ち込んできたりとか、暗くなってきたりとかね、なんかこう、うってなってきてしまう。まあ、なぜかというと、今日はね、そんな話をしたいんですけど、それがなぜかというと、やっぱりね、水のエネルギーなんですよ。ね。水のエネルギーをずーっと浴びてると、やっぱり我々は、ちょっと重くなってきちゃうのね。なんでっていうと、水って上から落ちてくるじゃないですか。まあ湧き出る水もあるかもしれないけど、ほとんどやっぱり水は上からですよね。滝だろうが雨だろうが、まあ水のエネルギーってこう上から落ちてくる感じなので、やっぱりこうずーっとこう重くなってっちゃうんですよね、全部で。反対に、水のエネルギーと反対のエネルギー何かって言ったら、火のエネルギーですよね。火のエネルギーはだいたい下からわーっと上がるじゃないですかね。火をつければこうわーっと燃えるよね。要は火ってこう軽くなってくるんですよ、火のエネルギーはね。逆に水のエネルギーはわーっとこう降りてくるから重くなる。だからこの時期、この梅雨の時期はやっぱりこう水のエネルギーが強いので、上からブーっとこうなってくるから、もう気分的にも、まあ、肉体的にもちょっと重くだるくなりがちなんですよ。だから今日はね、その対策として、その重くなんかこうのしかかってくるような気持ちと、それから体のだるい思いを取るちょっと方法をお伝えしようかなと思います。で、さっき言ったように水のエネルギーに対抗するのは火のエネルギーなので、じゃあどうしたらいいかというと、例えば食べ物ありますよね。食べ物。火をよく入れるってことなんですよ。だから生のお魚はなるべく焼いた方がいいですよね。じゃあ例えばですよ、生のお魚、生魚を生のまま丸ごと食べようってちょっと食べれなくないですか？まあ、食べれちゃう人もいるだろうけど、やっぱちょっとみんな苦手ですよね、丸飲みってね。やっぱこう刺身にしたりとかね、こう何かこう加工しないと食べれないけど、生のまま行くってどうしたらいけます？そう、焼くじゃないですかね。もうよーく焼いてカリカリに焼いたりとか、あと油で揚げるとかね。そう、油で揚げてもうカリカラに、もうカラカラに焼いちゃう、もう水分も全部蒸発しちゃうぐらいカラカラに焼けば、頭から骨から全部食べれちゃう。そこですよ、火をしっかり入れることによって軽くなるんですよね。ね、それは肉でもそう、お肉もそう。ね、生っぽい肉よりもやっぱりカリカリに焼いちゃったり油で揚げちゃったりとかした方が軽くなる。だからこの時期はなるべくそういう重いものよりも軽いものを食べるようにちょっと心がけると、それだけでも自分の中の火のパワーが入ってくるのね。火のエネルギーが入ってくるので、そういう重くのしかかったものをちょっとこう戻すことができるんですよ。はい。ね。だからそういうことを考えてみると、ちょっとこうね、なるべく生ものをやめていく。それから、お水なんかもそうですよね。生のお水、ね。普通の水を飲むよりも、例えば、一回沸かしてね。うん。沸騰させた湯冷ましにして飲んだりとかね。それから、焙煎したコーヒーとかお茶とか、火が入ったものを飲んでいく。ね。で、あったかいものがいいよっていうのはそういうところももちろんあるんですけども、それからですね、炭酸水なんかですよね。炭酸水。やっぱこれ軽いじゃないですか。シュワーシュワーシュワーってね、シュワーって怒らないですもんね。シュワーだから、これ炭酸水なんかもおすすめですよね。それと、他には発酵してるもんですよ。発酵したもの。ものは、時間を置くと腐るか発酵になるじゃないですか。腐っちゃうっていうのはやっぱり腐敗していくから、それは重くなっていくんですね。逆に発酵するとこう、ポコ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 ってこう、発酵していくから軽くなっていくんですよ。だから発酵したもの、そう、例えばこう、納豆なんかね。納豆なんかもおすすめ。だから、漬物ね、おしんことか、ぬか漬けとかね。あれも発酵食品ですよね。それから、こういう、こうか、ヨーグルト、飲むヨーグルトとか、こう、ヨーグルトも発酵ですよね。だからそういうものを積極的に体に取り入れていくと、だんだんやっぱりね、気持ちから軽くなってくるし、なんかこう、体も軽くなってくるんですよ。ね、で逆にその生水を飲んだりとか、やっぱこう生のものを食べていったりすると余計にね
水にやられてっていうので重くなっていくので、それをちょっと気をつけていっていただくと面白いと思います。あとは例えば温泉なんかもいいですよね。あれもこう火のエネルギーがいっぱい入っててね、まあ温泉に入ってすっきりする。あ、サウナもいいですよね。サウナで汗をかくとかね、とにかく自分の中から水のエネルギーを抜いておこうって、そういう意識をするだけでちょっと変わってきますね。だからこれからちょっと長い間こう水のエネルギーにこうわーってくるので、なんとかこう火のエネルギーでね、湧き出る火のエネルギー、湧き出るのか火はわかんないけど、まあ、火でこうわーってこれを盛り返していく、うん、そういう力をちょっとねつけていくようにしていくといいです。それでこうやってうちにもう梅雨も明ければ一気に火はボーンといっちゃいますよね。もう太陽がガーンと出ちゃえばね、また軽くなっていくので、はい、今度はね、育ったもの軽すぎたら水のエネルギーを使うというね、火と水のエネルギーをうまく使っていきましょう。そういう今日はお話でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。また失礼します。